チーチー。いやーこれすごい重い質問ですけど、稲森和夫さんの思い出話。稲森和夫さんのないよね、ないよ、だって偉すぎるもん、うん、第二電電作った人だよね、京セラのね、うん、なんか急に出家しちゃったり、うん、当時の若い頃の僕には意味が分からなかったけど、うん、今思い出すとなんか分からなくもないっていう感じはありますけど、ちょっと格が違うぐらい上の人なんで、僕がアーとかカーとかいうレベルの方ではないんで、本当にご冥福をお祈りしますっていうことしか言えません。はい。